軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です、今回もですね弊社のお試し体験に来ていただいた、柳瀬さんのインタビューをですね、続けてお送りします。はい、今回もよろしくお願いします。今回はですね、現在不安なこと、もしくは、心配していることがあれば、教えてください。はい、お願いします。まあ、お試し体験簡単な業務だったので、まあ、不安心配事っていう、まあ、その仕事に対しての心配事不安なことっていうのは、あまりなくなりました。でもまあ、実際仕事を始めてみて、配達料50件100件ってなった時に、まあ、実際大変だとは思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、実際そういう仕事が、仕事を任された時にちゃんとできるかなっていう不安、心配はありますね。そうですね。基本的に業務によって、配達件数も、配達個数も変わってきます。で、当然大変なら大変な分だけ、料金がそれにつれて上がってくると、いうことなんで、その辺はまあその高いところを狙おうと思ったらやっぱそれなりに大変はついて回るというのは、まあ、当たり前のことなのかなという気がいたします。ということで、この続きはまた次回ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。